そこに全部あはい、木型屋が作る木製 iPhone ケースをご紹介と題しまして、松葉製作所、私松葉弘和と申します。10分間よろしくお願いいたします。まず松葉製作所とはということで、ものづくりの町広島県府中市にあります。鋳造用の木型製作所ということで、車のエンジンとかの部品を木で型を作るのが、仕事です。でその、技術を応用して、精密な木材本ケースというのを作ってみました。で前身の会社を含めると大体、70年くらいの歴史があって、主に、Facebook ページで、情報発信をしています。で最近なんですけども、この Facebook ページを通じて、台湾の方から取引先ができたりで台湾に行ってきたりとか、あとすごく有名なカリスマワイヤーさんが個人的にいいねを押していただいたりということで、一生懸命頑張っています。でケースは後ろに持ってきてますので、普段見ていただけない工場の風景、作り方ですねをご紹介していこうと思います。でこのようにすごく古い建物に、すごく古い、機械ばっかりがあるんですけれども、大体50年とかそれ以上昔のものもあるんですが、これが一番新しい機械で、NC マシンといいまして、2次元なんですけれども、プログラムを組んで、削っていきます。でこのプログラムを組んでいるのが、NEC の PC9801VX これを、現役で使っています。これがなかったら仕事にならないんですけども、外付けのハードディスクがあって容量は100メガです。で、こういったのは明らかに私より年上ののみを使って、加工したりもしています。で、全て、数十年以上前の機械を使っているんですけども、なので簡単なことしかできません。で逆に言い換えるとシンプルでいいものができるというふうに、いい方に捉えてすごく前向きに考えて、最新の iPhone を、とても古いもので作った木のケースで、彩るというか、そういうもののギャップがいいのかなと思ってやっています。で、木製ケースの作り方なんですが、大きく分けると、木を、切って、機械で加工して手で仕上げます。で、ざっと35工程ありまして、細かく言うと刃物、こういった感じで大体、木の乾燥を含めると大体2ヶ月くらいはかかってしまいます。で、全部一枚板のくり抜きでやってますので、分かりやすく言うとユニボディみたいな感じですね。で、こういってある程度の形まで、木を削っておいて置いとくと反る木が出てくるので、それを一回反らしておいてもう一回まっすぐし直してっていう、反り対策などもあります。で、こういう結構大きめの機械ですごく細かい 0.01mm ぐらいの調整をしてパチッと余るようなケースを作っています。で、この角とかですね、のみで丸く取ったり、これ結構木型の技術を応用してるんですけれども、であと手で研磨ですね、3、4種類の、番手の、サンドペーパーを使って細かく、磨いています。で、これがベルトサンダーなんですけど、市販でいいものがないので、もう自分で作ってしまえということで、使いやすいように、職人さんに作ってもらいました。で、内側に焼き印を入れて、実際、本当は電気ごてでやってるんですけど、壊れちゃったんで、火で炙って本当に焼いて焼き印をしています。で、最後に家具に、塗るオイルを塗ってるんですけれども、
まあ、この瞬間がケースが一番綺麗に見える瞬間でありまして、実はまあその瞬間を見れるのは作ってる私しか見れないんですけれども、メンテナンス用に蜜ろうクリームっていうのを塗ってるんですが、それを塗っていただくと、まあ、似たような体験ができるということで、結構週に1回塗ってすごくエツに浸っていますというお客様からのメールをいただくことがあります。で、松葉製作所のケースというの特徴ということで、木製なので割れます。で、木製なので反ります。木製なので縮みますということで、割れます反ります縮みますみたいな、 なんか標語みたいな感じなんですけども、まあ、これが、まあ、木が呼吸をしている証拠で、まあ、どういうふうに理解していただくしかないんですけども、まあ、ウレタン塗装が、ね、木の呼吸ができなくなるような塗装をしてしまうと、そういう、まあ、反ったり縮んだりということはなくなるかと思うんですけども、そうするともうそれは木の質感ではなくなってしまうので、まあ、こういう、まあ、ちょっと手がかかってしまうものなんですけれども、それに見返りというか、まあ、それを満たすような木の良さっていうのを出していこうかなということで、こういうことをしています。で、まあ、機械による精密加工を、して職人による手仕上げっていうのは、木型の技術を応用したものであって、まあ、それはすなわち、まあ、型なので、一個一個全てのケースがマスターモデルを作っているのと同じことなんですね。で、家具の端材をいただいた、まあ、エコなものからものすごく希少な名木までバラエティを豊かに、展開して、これは全て天然の色です。着色はしていません。着色しろというともできないのでそのままの色なんですけれども、でなおかつ全部手の本物の木なので割れても修理ができるということで、大体1万500円から3万7800円までの展開をしています。で、まあ、オンラインで販売してるんですけれども、その時 の在庫の画像を写真を全部撮って、その中から選んでいただくような販売方法をとっています。で、まあ、一番の特徴として全ての形状に意味がありまして、まあ、こうやったらかっこいいかなとかっていうんじゃなくて、まあ、機能性とか強度とか、ね、持ちやすさとかそういうのを追求していった結果、今こういう形になって、それがまあとても綺麗な美しい形状になったということです。で、まあ、まとめますと、木型職人の木に対するこだわりということで、歴史と伝統の木型技術を、用いてシンプルかつ機能的なものを、木そのものの良さを生かしながら少しの遊び心を加えて、これから作っていこうかなと思っています。まあ、例えば後ろにもあるんですけれども、北端の板を貼り合わせて、でその中をくり抜いたものを貼り合わせているので、中でスパイラルを、作って、なんか他は作れないスピーカーを作ろうかなと思ってやってるんですが、まだ音が伴ってないので、まだ販売には至ってないんですが、これから頑張ってやっていこうと思っています。で、アップル製品とはちょっと関係ないんですが、これはシャープの桜色照明っていうのがありまして、それの携帯版っていうのを実はシャープとコラボレーションして今商品化しまして、まあ、後ろにもあるんですけども、まあ、こういったものを、展開していこうかなと思っています。で、まあ、最後になりましたが、松葉製作所金星ということで、まあ、慎んで作らせていただこうと思っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。で、今日私のところもカードが使えますので、ぜひ蜜ろうクリームは普段買っていただくんですが、それはサービスするのと、まあ、あと、まあ、会場特別価格ということをさせていただこうかなと思います。今まで安売りしたことないんですけれども、今回は、ね、そうしようと思いますので、ぜひ皆さんよければ買ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。